カレ携帯刑事ゼニ型例は、2004年10月3日から2005年3月27日まで、BSI で放送された、テレビドラマ。携帯刑事、ゼニ型シリーズの、第4作目。ファースト、セカンド両シリーズともに、全13話。主演はカホ。ゼニ型家の家図系図刑事総監を祖父に持つ、i q 百8 0の女子中学生で、ゼニ型4姉妹の四女。 ゼニガタレイが、携帯電話を武器に、難事件を解決する、刑事ドラマ。ファーストシリーズの相棒刑事役は、シリーズ前作、携帯刑事ゼニガタ涙から引き続き、高村一平役の草刈正雄だったが、セカンドシリーズで五大純役の山下真嗣に変わった。最新作、携帯刑事ゼニガタケツまでにおいて、レイの設定年齢は、シリーズ最年少である。また、 主演のカホは、当時13歳であり、シリーズ歴代の主演者の中でも最年少である。セカンドシリーズ第9話をもって、携帯刑事シリーズの放送は100回目を迎えた。そのため、100回放送記念特別企画が、第9話を、前編、第10話を後編として、2話にまたがって放送された。2006年2月4日に池袋シネマサンシャインにて、映画、 携帯刑事、ザムービーバベルの塔の秘密ゼニ型姉妹への挑戦王の公開初日舞台挨拶が行われた際、ゼニ型並大役の黒川イとゼニ型舞役、堀北真希の携帯刑事シリーズ卒業式が行われたが、カホは卒業せずに解禁賞を授与され、今後の同シリーズへの出演の可能性が残された。その後、シリーズ劇場版第2弾となる映画、 携帯刑事、ザ・ムービーに石川五右衛門一族の陰謀を決闘。ゴルゴダの森への出演が決まった。そして新宿東亜における公開初日舞台挨拶で、再び解禁賞を授与され、高校進学以降も、携帯刑事を継続することが決定。庭多門アンドリュープロデューサーは、ムービーに公式本において、サードシリーズの可能性を示唆していたが、 最新作、携帯刑事、ザ・ムービー・サン・モーニング・娘。救出大作戦、パンドラの箱の秘密には出演していない。日付は、BSY における、初回放送日。山下真司が演じる、五代順刑事の使命は、かつて、山下自身が、太陽に吠えろ。出演時に演じていた、五代順刑事が、元ネタである。ありがとうございます。